風車からの雷電の景色が一望できる。
足かけてこれをくる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 回してた。そういう動画がある。これほんとすごい。こんな風車の真下に来ることなんてないから。ね、うわー、この布なんですけど、これ帆を張って多分風を受ける、受けて風の力でよく回るようにしてるんだと思う。この紐を外して帆をこうって広げることができて、こっち側に。そんな感じ。で、せっかくなのでこのまっすぐ伸びてる水を散歩してみようと思います。塩もかけてくれてた。その場であげてくれて、でなんか塩もまぶしてくれて、めっちゃ出来たての香りすごい匂いする。で本当はソースがパカッて開けて入れられるようになってる、分離できるの。切れるかなと思ったけど、美味しくて完食。 S サイズでちょうどいいぐらいでした。